続いては特捜9チームです。橋の名前ってどうやって決まるのか、山本さん考えたことありますか？橋と言いますと名前は地名ですかね、関門橋とかね、若戸大橋とか、ね、はい、そんな中ちょっと珍しい橋があったんです。そこには人の名前がついていました。どんな言われがあるのか取材してきました。フルーツの産地として有名な浮橋、その人の名前がついた橋はこののどかな田園地帯にあるそうですが、町の人に聞くと、人の名前の橋があるって聞いてやってきたんですけど、はい、ご存知ですか？そこのなんか鬼塚さんの橋ですか？鬼塚さんの橋？どんな言われがあるんでしょうか？町の人に教えてもらった場所に行くと、ありました、エリソン鬼塚橋と書かれていますね。何の変哲もない普通の橋に見えます。鬼塚は日本の名字にありますが、エリソンって外国人の名前？果たしてこの人物は一体誰なのでしょうか？そしてこの橋、あることに関して日本で最初の橋だったんです。この橋に隠された秘密とは？浮橋ののどかな田園地帯にかかる人の名前が付けられた珍しい橋、エリソン鬼塚橋。そこで今日の特捜級チームは、人名が付けられた珍しい橋、その由来は？橋の名前に付けられたエリソン鬼塚さんとは一体どんな人物なのか。そのヒントは欄干に飾られたプレートにありました。これはスペースシャトル？そして橋のたもとに行くと人物の肖像。そう、この橋の名前の由来となった人物とは、あの宇宙飛行士エリソン鬼塚さんだったんです。鬼塚さんはハワイ生まれでアメリカ空軍に入隊、その後 NASA の宇宙飛行士となり、1985年スペースシャトルディスカバリー号に搭乗し初の宇宙ミッションを経験しました。翌年の1986年ミッションのため再び宇宙に飛び立つことになります。 T-15 seconds。 その時乗船したのがあの悲劇を生んだスペースシャトルチャレンジャー号でした。打ち上げから73秒後、固体ロケットブースターに異常が発生、空中爆発し7人の乗組員全員が帰らぬ人に。鬼塚さんは39歳の若さでした。しかし鬼塚さんと浮橋、一体どんな関係があり、なぜ橋の名前になっているのでしょうか。そこでエリソン鬼塚を後世に語り継ぐ実行委員会の関さんに話を伺いました。おじいちゃんがこの田島出身で、彼はハワイの方に渡ったんですね。その子供さん、鬼塚さんの本名はエリソン庄司鬼塚、日系三世だったんです。日本にルーツがある初の宇宙飛行士でした。橋を架け替える際、悲運の事故で命を落とした鬼塚さんを偲び、功績を称えるため新しい橋の名前につけたということです。橋が完成したのは1996年。実は人名が公式に橋の名前に使われたのは日本で初めてのことなんだそうです。そんな鬼塚さんはスペースシャトルの事故で命を落とす3年前、ルーツでもある当時の浮羽町を家族で訪れていました。その時立ち寄ったのが先祖代々の鬼塚家の菩提寺でした。これが当時このお寺にエリソン鬼塚さんが見えた時の写真でございます。
鬼塚さんはゆかりのあるこの地を訪れた際、地域の若者を前に講演会を開いたそうです。浮き足の若い、学生たちに夢を持とう、夢は必ず、努力すれば叶えられる、チャレンジ精神を、そしてもう一つ日本人としての誇りを伝えてくださった。それが浮き足にとっても大きな宝じゃないかというふうに思っております。あのチャレンジャーの事故で帰らぬ人となった鬼塚さんの名が橋の名前になったということでしたね。私はまだ子供でしたけど、うん、非常に衝撃的な事故でした。でしたね。この日本だとですね、はい、誰々記念館みたいなのは、まあ、あちこちありますけれども、個人の名前を施設だとか橋につけるというのは珍しい気がしますね。そうですね。海外だとまあ、かなり見かけるような気がするんですけれども、ケネディ空港とかありますもんね、はい、実はエリソン・オニズカ・コナ国際空港というオニズカさんの名前の空港がハワイ島にあるんだそうです。こうしたものが地域にもたらすのはどんなことが考えられますか。まあ、この身の回りの生活に触れる中のこう橋とかですね、施設にこう名前をつけるということはこうなんて言うでしょう、その人の功績とか記憶をこう普段の生活の中でつないでいくという、はあ、ことにつながるのかなという気がします。そうですよね。確かにそういう、まあ、浮き橋にそういうものがあるということで、実はスペースシャトルの展覧会で来日をした時に鬼塚さん自ら新聞広告を出して情報を募って、現在の浮き橋にルーツがあることが分かったという、そういうエピソードもあるんだそうです。